やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、一回質問したら、5日は空けてって言ってたんですけど、最近ご質問減ってきたので、翌日とかでも全然いいです。はい。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日1問目です。一つ目、近いうちにアメリカの経済が崩壊するとの噂がありますが、2024年以内に起こるか、はい。2024年にアメリカ経済が崩壊するか。まあ、これはズバリ崩壊のカードよ。最近あれと撮影したけど、3月から5月の S&P500 とか、確かにヤバそうなカードが出た。それが崩壊を意味するか、どうかな。皇帝。崩壊って感じじゃないな。ズバッと出ました。悪魔は出てるので。崩壊。崩壊はしないかな。うん。なんか悪い、景気が悪いみたいなことあっても。崩壊までは、そこまでのカードは出てない。ただ、死神の逆は生まれ変わる。まあ、これは強烈だな。あ、微妙、どうしようか。崩壊レベルがさ、1、2、3、4、5、なんかリーマンショックが5だとしたら、3くらいまであるかも。なんて言ったらいい？三角で。うん。ちょっとこう、悪くなるのはあるかも。続いてて、2026年サッカーワールドカップは無事に開催されるか。はい。ねえ、私も、このチャンネル始めて間もない頃に、W 杯って呼んでた。ワールドカップって読むんだよって。すいません、みたいな。本当に知らなくてごめんなさい、みたいな。やっとこうやって、W 杯って書いたのをワールドカップって読めるくらいには進化したっていうね。ねえ。すごいよね。はい。開催されるかな。ズバッと出ます。完璧ではないかもしんないけど、されると思う。完璧じゃないけど、イエスって。はい。続いて。イエスノーじゃなくてすいません。元宮さん？この人、存じ上げなくてごめんなさい。松本明子さんの旦那さんなの？何の人なのか全然知らないんだけど、知らないまま占うよ。どんな方ですか？あ、ついでに、ごめん、言うの忘れた。1問目、2問目、一緒に占っちゃってます。はい、ズバッと出ました。まず、元宮さんの方は、現状の中で満足するとか幸せを見つけるのが得意な人だと思う。あと、人を助ける親切な人とも出た。ただ、カップの9の逆とワンドの10の逆が出てるので、頑張りすぎないみたいな。100% は頑張らないみたいな。若干の手抜き、まあ、いい意味かもしれないけど、うん、手抜き感みたいなのがある。で、松本明子さんは、家族とかお金とか仕事とか安定みたい、ザ安定をすっごい大事にする。家族の家庭の繁栄とか。ちょっとこう、気持ちの不安定なカードが出てるけど、でもな、正義感がすごいある。で、男勝りっていうかリーダーシップ。逆に松本明子さんが旦那さんみたいななんかそういう強い感じがある。うん。です。はい。で、続いて、フルハウスが大好きです。いいよね。
続編のフラーハウス、もうね、ネットフリで配信されていて、こちらも何度も見るほど大好きです。続編は制作されるか、される場合何年後。ここのキーのカードでイエス・ノーにしちゃうね、まず。されますか。続編、太陽の逆。おー、なんとも微妙なカードだね。微妙なので、半々って感じなので、何年を一応占おう。ズバッと出ました。2年以内、5年以内にイエスが出たよ。それ以降にもイエスが出てるので、なんだろう、これ。もうコンスタントにずっと続くのかな。なんだろう、続編。続編も、こう、コンスタントにできるものなのかね。三角で、続編は三角でも、まあ、もし仮に作られるなら、1か2かな。まあ、5年以内って言っておけば確実かね。5年以内で。はい。続いて、月はコロニーですか？コロニーというのはロボットアニメで当たり前のように登場するもので、巨大なカプセルが宇宙に浮かんでいて、中に街がありたくさんの人が生活しています。はい。月はコロニーである。これはズボッと見ました。大作中点死神も出てるし、この場合ノーかな？太陽が逆向いてる。この場合はノーかな？否定かな？全体的に逆向いてるもんね。脳で。うん。はい。卵は生で食べるのと加熱して食べるのはどちらが体にいいか。生、加熱、差はない。なるほど。タンパク質は固まるからね。加熱すると。どっちが体にいいか。前提として、日本でにしますよ。海外で生卵食べたら大変。逆に大変なことになるので、日本でっていう前提、日本産の卵を日本で食べるとしたらどれがいいか。生、加熱、変わらない。変わんなそうだね、ズバッと出ました。変わらないで、3で、大差ない。どれもいいと思います。はい、それではここで4つ宣伝させてください。まず1番目、45歳以上のマッチングサービス、マチュールサービス開始しました。安心安全に使っていただけるサービスとなっております。5つの戦術でご自身の性格とかお相手との相性診断を行うことができます。ぜひご活用ください。2つ目、45歳以上の方にはズバコンっていうのをお勧めしてます。ブライダルパートナーズさんと一緒にやっている結婚相談所の占い付きのプランですね。個人鑑定がついているのと、日々私に LINE で相談ができるっていう気軽に、玉木聞いてよみたいな感じで気軽に相談できるっていうプランになってます。ぜひおすすめです。三つ目、オンラインサロン玉木の人生向上委員会では、今日はどんな日とか習慣運勢とか、あと動画では占えないこととか扱ったり、裏話をしたりしてます。で、四つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳、販売中です。ぜひお手に取ってください。はい、続いて、第二次世界大戦でアメリカではなく日本が勝っていたら、日本は世界のリーダーになっていたのですか？あれ？これ前占わなかったっけ？気のせい？デジャブ？なんだっけ？そうだっけ？アメリカではなく日本が勝って、これ前占ったよね？デノーだったよね？確かね。違ったっけ？占ったよね？すごい、なんか記憶に残ってんだけど、ノーだった気がするんだけど。気のせい？女帝。リーダーになっていたか、ズバッと出ました。あ、でも今見ると、リーダー、女帝、女性的なカードだね。お母さん役みたいな感じ？世界のお母さんみたいな。で、また崩壊しそうなカードが出てるけど、なんだろう。リーダーとはちょっと違うんだな。女性的なカードなんだ。どうしたらいい？三角。なんか世界のお世話役、調整役みたいな。
お母さんみたいな感じ。で、僕は紙の本派です。で、僕は紙の本を使い続けた方が良い気もしています。タロットさん的にはどう思いますか？私も紙の本が好きなんですよ。つい買っちゃうんですよ。電子だと頭に入ってこないんですよ。ね、わかる。すごくわかる。そうなの。紙で読まないとね、印刷系の仕事したことある人、いる？いるよね、多分いっぱい。なんか、こう、画面、パソコンのモニターでさ、デザインとか、なんか、文章とか打ってると、誤字脱字があるんだけど、構成とか色構成とかで出てくるのを見てると、紙になってると、うわ、こんな間違いしてるみたいなのに気づいたりするの。あれ、紙だからかな？なんだろうね、と思って。なんで画面で見てるとそれに気づけないんだろうと思って、なんか、そう、紙じゃないとなんか入らないんだよな。なんだろうかわかんない。小さい頃から紙に慣れ親しんでるから脳がそういう、それに慣れちゃってるのかわかんないけど。はい。紙の本の方がいい。いいって思うんだけど、それについてタロットさんはどう思う？ あんまり ズバッと出ました。そうか。なるほどね。なるほど。こだわり続けるなと。そうだね。なんかこう、とにかくこだわり続ける。それじゃなきゃダメみたいにすると、ほんと時代も、方法、手法も、道具も変わっていくから、なんだろうね。それに慣れる努力とか、ついていく努力はしないとダメだよみたいな感じは出てる。永遠に紙があると思うなよみたいな。そこまでは言ってないかもしれないけど、僕もなんか、そうだね。適応していかないとねみたいな。適応していく能力も、それもまた人間の進化みたいな感じだよみたいな。別に紙については否定してないだろうけど、もう紙じゃなきゃダメみたいな。紙じゃないと無理みたいな、そこまでの強いあれになると、それは良くないって言ってると思います。はい。続いて、青山さん、総裁選に出馬するようです。当選できますか？ほうほうほう。総裁選に出馬。あ、これ占い関係なく難しいんじゃないかなと思うんだけど。だって、なんか、そんなグループっていうか仲間とかどのくらいいるの？あれ、組織じゃない？ね。組織票っていうかさ、集団の力だからね。総裁選、死神。ズバッと出ました。あ、でも票はそこそこ思ったより入るかもしれないけど、まあ厳しいかな。ノーで、はい。続いて、今月初めに義父母が亡くなりました。あ、大変でしたね。まだ四十九日を終えていません。やはり初詣は行かない方がいいですか？娘も神社には行かない方がいいですか？行っていいか聞くね。行っていいか。行くのどう思うか。で、娘さんがこっち。四十九日終わってないけど、初詣行っていいか。娘さんはどうか。娘さんから見ると、おじいちゃんおばあちゃんになるのか。前もなんか似たようなこと占わなかったっけ？四十九日。四十九日っていうか、こう、喪中、ね、一年間はどうなのみたいな。行っていいか。なんで娘さんだけ審判の逆なんだ？ズバッと出ました。まず、一番目は、いや、言っていいよって出てる。で、なんでかわかんないけど、娘さんが審判の逆なの。合格祈願だから どういうことなんだろう、これ。2の脳が。合格祈願だからダメなのって。娘さん合格祈願に行っていい？行っちゃダメ。合格祈願目的。
だからダメなのか。普通に感謝を伝えに行くだけならいいのか。合格祈願だからダメなんですか。肯定。どういうこと？どういうことだ？なんだろうね。出るカードがめちゃくちゃなんだよな。一貫性がない。なんだろうこれ。初詣。神社と寺で違うとか？んなことない。もう一回占っていい？神社限定。神社限定で、1、2。初詣行っていいか。神社限定で。難しいなぁ。神社の方、どういうこと？ズバッと出ました。おー、神社の方がダメなのかな。あー、わかんなくなってきた。わかんなくなってきたぞ。念のため行かない方がいいかもね。もうお正月過ぎちゃったけど。なんかさ、変なカードがいっぱい出るの。なんだろうみたいな。読めないのよ。神様の中で何が行われてるんだろう、これ。なんか、回答としては、よくわからない謎のネガティブカードがたまに出たりするので、念のため行かない方がいいかも。で、お願いします。はい、以上になります。じゃんけんいきました。まーきじゃんけん。じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。